皆さんこんばんはジェームスです。猛烈な強さの台風14号が、週末には沖縄県に近づく見込みです。大雨や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。台風14号は、10日午前9時現在、フィリピンの東の海上を進んでいます。最大風速は55メートルと、台風のランクで一番強い猛烈な勢力になっています。今後は日曜日から月曜日にかけて、沖縄県の先島諸島に接近する予想です。 与那国島などでは、瞬間的に40メートル以上の暴風が予想され、波は9メートルを超える見通しです。現在、フィリピンの東にある台風14号。猛烈な勢力のまま、時速15キロで北上しています。今後、暴風域を伴いながら、進路を北西に変えて、あさって日曜には沖縄地方に接近する見込みです。台風の接近によって、石垣島などの山々地方では猛烈な風が吹き、海は猛烈にしける見込みです。 八重山地方ではあさっての最大瞬間風速が40から60メートルと予想されています9日からの衛星写真を見ると10日午前11時35分現在猛烈な勢力で発達のピークとなっていてはっきりと台風の目が確認できる11日以降台風14号が接近する恐れのある沖縄・先島諸島では警戒が高まっている台風14号は週明け13日にかけて先島諸島に最も接近する見込み その後は東シナ海をゆっくり北上する予想雨の予想を見ると、活発な雨雲の塊が東シナ海で足踏みした後来週後半には九州の西に近づく予想。西日本を中心に雨や風が強まる恐れがある。一方、台風が最接近しているフィリピンでは、数日前から多くの被害が出ている。氾濫した川は柵を越えて住宅街に流れ込み、男性は腰まで水に浸かっている。 また、この週末、大荒れの天気が予想される、石垣市の漁港では、漁師たちが朝から漁船を経留していた。沿岸の海域では、大しけとなる恐れがある。最新の情報を確認し、早めに台風対策をする必要がある。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。